人の健康を大きく左右するのが免疫力です。この力が衰えれば体外から入ってきた敵の侵入を許し健康を害する結果となります。長谷川教授は黒酵母発酵液が人の免疫力を高める可能性についての研究を行ってきました。これ分子量が非常に大きいですから腸管の壁を抜けていくものではなくてちぎれたものは吸収されますけどちぎれないで長いままのものはやはり腸管に刺激を与え腸管のひだに絡みついて免疫の活性の役をすると。一般的にですね、腸管の壁を刺激しますと腸管の後ろ側にマクロファージというリンパ球の、親戚みたいなものが集まってきます。で、マクロファージ自体は、バイ菌を殺したりそれから外部から来た異物を攻撃する作用を持っています。でそういうものが集まってきますとその彼らが出すホルモンそれがサイトカインという名前がついています。そういうものが全身散らばりますとそのサイトカインによって全身の免疫能がまた上がってくると、弱ってきた体が元気になる。ネズミによる免疫能の実験です。がん細胞やウイルス感染細胞を攻撃する NK 細胞ナチュラルキラー細胞の場合黒酵母発酵液を10日間投与した時には攻撃する力がおよそ2倍になることが認められました。今注目されている糖鎖との関係についても明らかになってきました。私たちを作るすべての細胞の表面からヒゲのように伸びた糖の鎖が糖鎖です。糖鎖は生命を維持するために極めて重要な役割を担っています。細胞と細胞の間を、情報を伝達するためにも使われますし細胞自体が、自分はどういう作用を持っているよということを標識する作用も持っている。老化などで糖鎖に異常が起こると免疫力が低下し病気にかかりやすくなることが分かっています。黒酵母発酵液はこの傷ついた糖鎖を修復するというのです。ちぎれた先端がですね、糖鎖の異常なところに絡みついてそれを修復するということで、異常をある程度食い止めることができるんだということであります。黒酵母発酵液がネズミに自然発生した上皮がんの成長を抑えることも認められました。黒酵母発酵液を投与したがん細胞は容積が増えるのに時間がかかり成長が抑えられていることが分かります。放射線が専門の長谷川教授は黒酵母発酵液の抗酸化作用から放射線を防御する機能があることも突き止めました。普通放射線が体に当たりますと体の中にある酸素が活性化しましてラジカルになってしまう。でそういうラジカルというものは体を老化させたり病気のもとになりますからそれを除去する必要がある。抗酸化作用というのはその酸素を取ってしまいますから放射線が当たっても活性酸素ができにくいということは 細胞が損傷を受けないということで生存するんだということになると思います。